ザ・フェームはアメリカ合衆国の音楽家、レディー・ガガのデビュー版。2008年の発売開始から世界的なヒットを記録し、レディー・ガガの名を世に広く知らしめた。ローリングストーン氏が選ぶオールタイム、ベストデビューアルバム100において、100位にランクイン。本作の制作が行われたのは、ブリトニー・スピアーズや、プッシー・キャット・ドールズなどへの楽曲提供をしつつ、ガガがアーティストとして、 ニューヨークのクラブを制覇しつつある頃であった。2008年1月の MTV イギリスのインタビューにて、ガガは2年半かけてアルバム制作に取り組んでいると答えている。レッドワン、マーティン・キール・センバウム、ロブ・フサーリなどの協力のもと制作が進められ、ガガ本人も作詞作曲に携わった本作は、音楽的には80年代のシンセポップからの影響が、 色濃いダンスミュージックと位置づけられている。収録された曲はその名の通り、富と名声というテーマに基づいている。ガガは本作の制作意図について、フェームというのは誰もが自分を有名だと感じることがあるということ。大衆文化は芸術。大衆文化を憎んでも本物のクールさは味わえない。だから私はそれを受け入れて、ザ・フェームで表現した。私は、 あなたたち全員をパーティーに招待したい。私のライフスタイルを皆にも味わってほしいのと解説している。本作は批評家から肯定的な評価を受けた。ガガの才能は称賛され、歌声はグエン・ステファニーと比較された。本作はイギリス、カナダ、アイルランドのチャートで1位を獲得。アメリカではビルボード200チャートで最高4位。 ビルボードエレクトロニックアルバムスチャートで1位になった。日本においても大ヒットを記録しており、2010年5月時点で出荷枚数が70万枚を超えたとの報道が出された。8月には日本レコード協会から75万枚以上を売り上げた作品に送られるトリプルプラチナムに認定されている。全世界での売り上げは1200万枚以上に達した。 アルバムからのカットシングル2作も世界的なヒットとなった。1枚目のシングル、Just Dance はアメリカのビルボードホット100チャートを含む6カ国のチャートで1位を獲得し、続く2作目のポーカーフェイスはほとんど全ての音楽市場で1位になった。ガガは本作を引っ提げて初のコンサートツアー、The Fame Ball ツアーを行った。最初に収録されている ジャストダンスはガガが10分で書き上げたものでパーティーから二日酔いで帰った人の様子を人生の辛さと戦う人に向けて快楽と愛情を主題に歌った曲だという。2曲目のラブゲームはガガがナイトクラブで肉体関係を楽しむ人々に影響を受け4分で書いた曲であるという。パパラッチに関しては about.com のインタビューで 自身の戦いと名声と愛に対する渇望に影響を受けて書いたものだと語られており、メディアを誘うことや名声と愛についての問題を提示するラブソングとなっている。ポーカーフェイスは、爆中を楽しむガガのボーイフレンドに影響を受けて制作され、歌詞はガガのバイセクシャルとしての経験に基づいている。ボーイズ・ボーイズ・ボーイズは、モトリー・クルーのガールズ・ガールズ・ガールズに影響を受けており、 その制作意図について、ガールズガールズガールズの男性版を作りたかったと、ガガは述べている。ビューティフル、ダーティ、リッチは、自分探しについての曲で、ロアー・イーストサイドに住んでいた頃に、ドラッグに手を出し、パーティ残媒の日々を送っていた経験が反映されている。エイ、エイは、今のボーイフレンドと別れ、新しい誰かを見つけることについて述べられている。ブラウンアイズは、 イングランドのロックバンドクイーンに影響を受けた曲である。当初は8曲の新曲を収録したザ・フェームの再発版だったが、レディー・ガガと彼女の所属レーベルはザ・モンスターは独立した EP であると発表した。EP のデラックス版はアルバムをまだ持たない人々のためにザ・フェームのボーナス版が付いている。これはカナダ、メキシコ、ヨーロッパ諸国、 オーストラリアとニュージーランドで発売されたバージョンである。改訂版は変えられたトラックリストを含む。アルバムジャケットのアートワークも若干変化している。ラブゲーム、パパラッチ、ボーイズボーイズボーイズ,ボーイズ、マニーハニーがリミックスされている。スターストラック、ペーパーギャングスター、アイ、ライクイットラフが加えられ、アゲインアゲインが取り除かれた。年に発売されたイギリス、 アイルランド版は改訂版と最初のリリースのトラックを全て含む。トラックの順序は他のバージョンと異なる。ありがとうございます。